きの催眠ラジオ。このラジオは催眠というキーワードを通してご視聴していただいている皆様の人生や考え方をちょっと豊かにしたいをモットーに楽しくトークしていく番組でございます。私、司会進行させていただく声優のレイチェルです。イエーイ。そしてあなたの願いを形にする魅了の催眠術師、葉月と申します。よろしくお願いします。お願いします。レイチェル2回目。2回目です。結構さ、私今全然音が聞こえてないよ。あら、聞こえてる？レイチェル聞こえてる？あ、聞こえてます。あれ、ちょっと待って、音あれですかね。なんだろう、大きく、あれなんだろう。あ、聞こえ出した。あ、よかった、聞こえ出した。あ、よ安心しました、はい、大丈夫です。ということで、もう9月入ったんですけど、はずきさんはなんか夏の思い出、今年でもいいし、そのなんか思い出とかあったりしますか？前の思い出とか。おお、レイチェルなんかすごい MC 力。あ、本当ですか？なんか今びっくりしている。すごいね。夏の思い出ね。はい、夏の思い出。夏の、今年の夏はもう夏らしいこと何もしてない。あら。すっごい仕事してました。よし、一回手帳を見せていただいたときに、うんうん、もう本当にあれ、休みないぞ、休みがないし、1日5個ぐらい予定が入ってて、次はなんだみたいな。大変。でも、まあ、7月に、はい、ミュージカルに出たのは、うん、まあ、なんか1個夏の大きい出来事ではあったかな。で、そう、その後に、うんうん、やっぱりさ、稽古期間とかって仕事できないから、溜まってたものがブワーってこうあり続けて今に至るみたいな。なるほど。そんな感じかな。一気に押し寄せてきたって感じですね。あと夏っぽいの、夏っぽいネイルをした。かわいい。おしゃれ。あ、アップな。あ、かわいい。すごい夏。そんぐらい。あと足の爪もね、やったぐらいかな、夏っぽい思いは。夏、いいですね。レイチェルは？私、人生で初めて、夏コミに行ってきました。コミケに。コミケ、あんまその辺の知識ないぞ。本当ですか？なんか同人誌とかがたくさん並んでて、うんうん、で企業さんとかも出してるっていう感じなんですけど、うんうんうん、に売り子さんとしてお誘いいただいて行ったんですけど、ちょうどそのもう今年がコミケ100回記念だったらしくて、うんうんうん、すごい賑わってて、何が感動したって、うんうん、なんか始まる前になんか10時半から始まるんですけど、うんうん、始まる前に音楽流れてみんなで一斉に拍手して迎えるっていうのがコミケあって、すごい人いるんでしょ。めっちゃいましたね、うん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 、すごかったです。コスプレをしたの？あ、コスプレしました。なんかその時のツイッターアップとかしたりしてるの？あ、してます。今流行りの馬娘を馬娘やってきました。検索してみてください。検索してくださいすごい高度な、ぜひぜひ要求をするという。いや、コスプレね、楽しいよね。めっちゃ楽しいですね。私も前のなんかお芝居ちょっとコスプレっぽいことして、赤いなんかカツラしてやったことあったけど、懐かしい。なんかね、普通のお芝居するよりコスプレしてる時の方が乗るよね。なんかそのキャラに入りやすいというか、なんかあれですよね。楽しいコスプレは、コスプレは出てきた。あ、出てきた。あ、そうなんで、この馬娘っていうコスプレ、こういう感じのが多くて、私やったら春うららちゃんっていうピンクい髪の女の子やったんですけど、ちょっと今いないかな。ツイッター、レイチェルのツイッター、ツイッターにで最近のどんな感じか、どんな感じか最近つぶやいてる？最近、あ、むちろつぶやいてるんですけど、画像で検索したら出てくるから、レイチェルのね。花川レイナ馬娘で検索したら出てくるんですか？どうなんだろう。レイチェルのツイッター見ればやったことないからあれですけど。いや、もう芸能人だね、やっぱ芸能人最近、あ、でも最近私芸能活動で言うとお笑いライブ、お笑い芸人をやってますね。すごい。お笑い芸人活動が多いかな。芸人さんもすごいですもんね。なんとなんと M1 に出ることになりました。え、 M1 すごい。そう、言ってなかったね。あー、初めて聞きました。 M1 で優勝を目指しております。すごい夢はでかい、ね、あ、今1回戦途中みたいな感じですか？まだエントリーはして、うんうん、で、10月に多分やるかな。10月2、3で今ちょっとエントリーをしてるって感じ。
すごい。3回戦ぐらいまで行けたらね、ちょっと名も知れてくるよね。うんうんうん、 M1 すごい。もうスタッフさん見つけた？まあ見つかんない。あ、見つかんない。あ、ちょ一生懸命探してしまうのが見えてる。申し訳ない。そう、 M1 でしかも今回2組でエントリーして、2つ組んでるの、漫才コンビを。あ、なんか男性芸人さんの、うん、男性高菜々くんっていう人と、うんうん、組んでるのと、あともう一個が、あ、レイチェルも知ってる、あのめぐちゃん、春のめぐみ、あ、と 組んだ。あ、すごい芸人さん。そう、なんかグラビアアイドルとあの催眠術師で組む漫才コンビ、すごい。結構パンチはあるかなと思って。なんかもう芸人さん、漫才師さんのもうあれですもんね、 M1 ってやっぱり夢というか、うん、あ、見つかった。あ、見つかった。 あ、これです。あのお友達と一緒にやった。かわいいやつです。馬娘、馬娘、これでウェルカムしてたんだ。そうなんで、いっぱい写真撮られたでしょ。あ、でもコスプレコーナーにあんまり行かないで、うんうん、私もちょっと、まあ、同人誌は買ってないんですけど、あのアクキーとかを探しに巡ってたって感じなので。アクキーって何？アクリルキーホルダーっていう。アクキーって。そうなんで、キャラクターのキーホルダーを求めに、うん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 、推しのアクキーを求めに。自分も楽しんでたのね。楽しんでました。この格好しながら。可愛いね。そうなんで、似合うよね。レイチェルね、こういうのやっぱ似合うよね。ありがとうございます。あのこのコミケの時はあのブルマ履いてブルマました。ちょうど勝負服、うららちゃんの勝負服が あのブルマなので。そうなんです。ブルマっていいよ。かわいいね。一緒の子が、前一緒にアイドルやってた子で、はい、うんうん、そうなんです。かわいいな。もういいわね。若いって、ブルマ若いっていいわね。ありがとうございます。そっか、私は40、あ、そう、41歳になったよ、8月で、うん、あそれはお誕生日。その夏女なんですけど、41歳になってお笑い芸人デビューをして、うんうん、どうなることやら。お、まあ、高菜々くんの、ね、ネタも超面白いし、あとめぐちゃんと組んでるのは うちらは漫才ネタ書けないからってことで、うんうん、アンガールズさんとかバイキングさんとかの単独ライブとかでネタを書いてる、大家さんっていうね、あの芸人さんであり、あの作家さんでありっていう、すごい人にネタを書いてもらって、めっちゃ面白い、めっちゃ自分のことで面白いと思う。それ今度初披露、9月12日に、うん、あの小猿ライブっていうのに、うん、めぐちゃんと初出演しますので、うん、あ、なんかチラシも良かったら若干お願いします。すごい。そう、新宿でしたっけ小猿。それ小猿は新宿と中野でやってて、9月12日は中野芸能劇場で、9月25日は高菜々くんとやるやつです。すごい。2回、9月はライブも決まってるので、よかったら来てください。お願いします。お待ちします。ねえ、もうなんかいろんな顔があってね、お忙しいです。すごい。芸人さんもやって、すごい。コロナ対策ね。はい、ではコロナ対策についてちょっとお話しさせていただきます。演者スタッフの検温を行っております。はい、換気50分に1回行っております。はい、番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しております。除菌機器を導入しております。川越、あ、間違えた、川越すいません、川越じゃないぞ、ここ。急に川越がって来てしまった。鳥越アズーリ FM のスタジオは窓があります。うん、緊急車両のサイレンや台東区の緊急放送がマイクに入り、お気苦しい点もあると思いますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。お願いします。以上、それでは最初のコーナーに行きましょう。教えて葉月先生。イエーイ。このコーナーは魅了の催眠術師葉月さんに、人生をちょっと豊かにする心理学の知識を教えてもらうコーナーです。今回のワードは何でしょうか？今回はエクスポージャー療法です。イエーイ。エクスポージャー療法、なんか難しそうでしょ。難しそうです。難しいんですよ、魔法の名前みたいな。エクスポージャー療法魔法の言葉じゃないです。あの苦手なことをね、克服していくとかね、そういう時に使える、まあ、心理学、心理療法になります。うん、でこれ結構ね、普段の苦手なことと向き合う時も使えるものなので、
解説していきたいと思います。じゃあまずは1つ目のスライドお願いします。エクスポージャー療法とは、何かということなんですが、エクスポージャーとは何かにさらすっていうね意味になります。不安を喚起するものに向き合うことから名付けられました。トラウマの被害者がトラウマの体験を浄土的に処理していくことを助ける方法です。PTSD 外傷後ストレス障害症状やトラウマのために起きている問題を軽減します。 PTSD ってなんか聞いたことあるかもしれないですけど、戦場でねもうすごい怖い思いしちゃったとか、あとはなんか暴力受けちゃったみたいな、そういうね障害、そういうのを受けてしまった時に日常生活もこうパニック症状になっちゃうとかね、フラッシュバックしちゃうみたいな、まあ、そういうところから、まあ、そこまですごいものじゃなくてもちょっとしたトラウマね、女の子にいじめられてちょっと女の子と話すの苦手だとかね、そういうのに略奪っていく療法になります。ではこのエクスポージャー療法についてもうちょっと詳しく見ていきます。次のスライドお願いします。エクスポージャー療法の元になる理論についてご紹介します。エクスポージャー療法は情報処理理論に基づいて開発されました。情報処理理論とは、恐怖は危険を回避する一種のプログラムとして記憶に再現されるとしています。恐怖というのは、恐怖という認知構造は様々な情報から成り立っています。その情報とは恐怖刺激、例えばクマがね怖いっていう風に現れますね。その刺激だったりとか恐怖反応、例えば心拍数が増加していく、そして刺激に関連した意味、クマは危険、ね、そしてこれらへの反応、例えば速い心拍数は私が怖がっていることを意味するなど、まあ、こういったものから、恐怖っていう認知構造は成り立っていくんですけども、でそのことを、理論としているのが情報処理理論になります。難しいよね、すごい難しいよね、まあ、こういったものから、エクスポージャー療法は成り立っていくっていうことなんですが、じゃあ続きまして、恐怖構造が問題となるケース、まあ、怖いっていう感じは日常的にもいっぱい出てくるし、持ってること自体何ら問題はないです。例えば本当にクマが襲ってきたら怖いってなって逃げるのは当たり前なんで、それは正常な範囲なんですけども、この恐怖構造の情報が現実と食い違ってるっていう時は問題となります。本当は安全な刺激なのにそれがきっかけとなって生理反応や逃避回避反応が起きている。例えば女の子がね、レイチェルみたいな子がいて、別に何らこの子は危険じゃありません、でも女の子は危険なんだって言って、ね、レイチェルがいたらもう逃げちゃうみたいなことはちょっと問題がありますよね。あとはそういうことね、恐怖を感じることが日々の生活の妨げになっている、安全な刺激や反応を危険であるとみなしているっていうのはちょっと問題ありますよね。例えば、ね、女の人が苦手でもう女の人が店員さんでいるコンビニは行けないとかだと結構困っちゃいますよね。なのでこういう時に、何かしらねこう違いを作っていくためになんか行動が必要なのかなということになります。はい、そしてこの不安症状を軽減するためには2つの条件が必要だというふうに言われてます。1つ目が恐怖や不安が引き起こされ活性化しているっていうことね。そして、非現実的な恐怖構造の情報、例えばトラウマについて話したり考えたりすると私はおかしくなってしまうっていうのを現実的な情報、トラウマについて話したり考えたりしても私はおかしくならないに置き換えることです。ちょっとこれもね難しい書き方だけど、まず女の子のねことを考えると怖いよってなっちゃうと、で、もう女の子のことを考えるともう私は自分はねもういても立ってもいられなくなっちゃうっていう風に思ってることが、いや女の子のことを考えたって別におかしくならないよって入れる状態になるっていうのが必要になってきますということですね。はい、じゃあ次のスライドです。でこのエクスポージャー療法っていうのが適している人ですね、まあ、さっきの条件が含まれるのがエクスポージャー療法になってくるんだけど、このエクスポージャー療法が適している人っていうのはこんな人になります。トラウマ体験後1ヶ月以上過ぎても PTSD やそれに関連した問題がある人ってことなんだけど、何か怖い体験をして1ヶ月間ぐらいはだいたい人っていうのは怖いなってこう
蘇ってきたりはするんだけど、時間とともに普通は消えていくんです。でも時間が経っているのに消えてない人っていうのは結構適しているというふうに言われてます。あとはストーリーとして語るのに十分なトラウマ体験のはっきりとした記憶がある人はかなり適しているというふうに言われてます。逆に言うと適してない人っていうのがこちらになります。エクスポージャー療法が適してない人はちょっと重いんだけどね、自殺しようとか他人を傷つけようという強い衝動や計画がある、またはそのような行動を最近やったことがある人、まあ、こういう人はむしろそこの問題にまずはね向き合わなきゃいけないので あまり適してないです。あとは重度の自傷行為をしている、現在もなお暴力や虐待を受ける危険性が高い、またトラウマの体験についての十分な記憶がないなんていう人はちょっと扱いづらいので、エクスポージャー療法じゃないやり方をやった方がいいというふうに言われてます。はい、じゃあ続きまして、エクスポージャー療法はどういうふうにやっていくかってことなんですけど、2つあります。まず1つ目、想像エクスポージャーっていうのがあります。こちらはですね、頭の中でトラウマの体験に戻り、体験したことを声に出して話していきます。記憶から逃げるのではなく、記憶に留まり処理消化して過去の出来事にしていきます。これがね慣れていくと、順化すると、記憶に蓋をせず留まっていても不安が永遠に続くものではないということが理解できます。記憶を整理して考え直す力がつくことを目標としています。そう、こちらは実際にこうあの体験するんじゃなくて、想像の段階で扱っていくということですね。でこちらがある程度こう、ね、慣れてきた時に今度やるのが現実エクスポージャーっていうものです。現実生活の中で実際に不安と向き合っていきます。今まで避けてきた状況に一歩ずつ近づいていきます。初めは優しいものから取り上げ、次第に難しいものに進みます。本当は安全な状況を回避しないようにするのが目的です。でこの現実エクスポージャーの、分かりやすい症例をご紹介していきたいと思います。こちらですね、現実エクスポージャーの例です。男の子が母親と海岸にいた時に突然大きな波が来て、2人はそれをかぶってしまいました。男の子はびっくりして家へ帰りたいと大泣きしました。翌日海へ行く時間になると、男の子は泣き出して海へ行くのは嫌だと言いました。母親は男の子を連れて毎日海岸を散歩しました。手を取って一緒に歩き、水際に近づきました。1週間も経つと男の子は一人で歩いて水の中に入っていけるようになりました。辛抱強く練習を重ね、励まされながら少しずつ近寄っていくことで水に対する恐怖は収まったっていうね、少しずつやっていくと怖かったものも大丈夫になっていくよっていうね、そんな例です。で、まあ、こんなことがね書かれてるのがこちらの本になります。じゃじゃーん、はい、こちらのね本を私は今まとめたっていう感じです。 PTSD の持続エクスポージャー療法ワークブックっていうやつがね、あの結構分かりやすく書いてるので、あのもうちょっと細かくね、どういうワークをやっていくとかもあるので、ご興味ある方はぜひ読んでみてください。結構読みやすいです。あのエクスポージャー療法の本難しい本多いんですけど、こちらは結構読みやすかったです。で、もっと身近な感じのお話で、例えば女性とね仲良くなるのが怖くてもお話できないみたいな男性諸君、逆ね、男性と話せなくて怖いみたいな、女性の皆さんにも対してもね、あのどんな風にこのエクスポージャー療法をね応用して日常に取り入れていくかっていうのをご紹介したいと思います。まずは SNS とかマッチングアプリでテキストのみで話すっていうところから始めてください。もう対面とか声とかじゃなくて文章だけでやってみるということで慣れていってみてください。そして文章で慣れてきたら、今度はクラブハウスとか、あとはマッチングアプリで声のみで話す機能とかもあったりするので、そういうので声で話すっていうことで慣れていってみてください。で声でも話せるようになったら、今度はリアルの、例えばカフェの女性店員さんに話しかける。でこの話しかけるのもいきなりね、何かこうとあのお付き合いしてくださいとかだと変な話なので、例えば飲み物の相談、なんかどれ飲んだら
いいですかねみたいな感じでね。で特におすすめのカスタマイズ、あの、こういうカスタマイズをしたら美味しいですかねみたいな相談をしてみたりとかね。あとは、デザートの相談をしてみるとか、天気について今日ちょっとなんか天気悪いですねぐらいのね、簡単なねことを話してみると話しやすいんじゃないかなって思います。でこのおすすめの、カフェスタバの店員さんとかね結構感じいい方多いので、うん、スタバで練習するのはありかなって思います。さあそしてあのね実際に話せるようになったらまずはマッチングアプリで、あのテキスト声っていう段階を踏んで対面で会うっていうような段階で、やっていってもらえると仲良くなれるんじゃないかなって思います。はい、じゃあこちらスタジオ戻してもらって、まあ、あの女性と仲良くなるっていうのもそうだし他のね何か苦手なこととかも徐々に慣らしていくっていうねことをやっていくとだんだんできるようになってきます。で目の前にあるものはあの危険なんだっていうね認知の歪み、認知誤解が起きているところをこういう風にやっていくとうまくやっていけるかなと思うんですけど、レイチェルどうでした？はい、聞いてみてすごいそういう療法があるんだっていうのも初めて知って、うんうん、私あの先端恐怖症で、うんうん、針がすごい嫌いなんですけど、うんうん、なんで家に本当に一本も裁縫道具がないっていう状態なんですけど、ちょっと自分もちょっとずつ慣らしていこうかなってすごい思いました。療法を使って、それはね、まずとんがるのがいつ苦手になったかとか覚えてないか。私小学校から嫌いというか苦手で、うん、あの裁縫時間、うんうん、あの家庭科の時間中ずっともう針こうやって塗ってたぐらい、うんうんうん、すっごい苦手、何がきっかけで苦手になったのか分かんないんですけど、うんうんうん、それ目がチカチカしてしょうがなくて、なるほど、ね、なんか苦手ですね。じゃあそれがあっても別に危険じゃないということに慣れていって、うん、まずはあの家に置くっていうところを持つで実際やってみるみたいな、少しずつやってみるといいかもしれないね。はい、両方使ってみようと思います。はい、以上エクスポージャー両方でした。イエーイ。はい、ということでちょっと休もうすごいターン、すごいターン、はずきさんのターン。いやこの資料作るのが大変なんですよ もう何時間もかけて実は作ってるっていうね。で本当はあのねもうテーマも決めてて前もってやってたけど、もう作る暇がなくて、うん、昨日はもう朝方までかかってしまったっていうね。いやすごい。この今目玉のコーナーが1個終わったのでちょっとホッと分かりやすく作っていただくのってすごい大変だからありがたいです。分かった、なかなか難しいテーマ選んじゃったなと思っていやでもすごい分かりやすかったです。なんかあの絶対難しい本読んでもなんだこのあれはみたいなに、ね、絶対なると思うんですけど、まあ、これもね、まあ、簡単とはいえなかなか専門用語あるからね、難しい本ではありますけど、すごい。でもこれね、なんか私もクライアントさんにやっぱねちょっとずつ慣らしていこうみたいなのはやって、効果は、あ、これさっきのコーナー中に喋ればよかったよねそうそう効果あるんですよ、なかなか。あの本当に男性とこう付き合い苦手だっていう人にちょっとずつやって、実際彼氏できて結婚したっていう人とかいるしね、おめでたい、うんうんうん、すごい慣れてくんですよ人は、うんうん、慣れる生き物だからね人間はね。急になんか会ってお話するっていうのもやっぱ難しいから、確かにマッチングアプリとか今いろいろゲーム内とかでもチャットがあったりするんで、そうなのね、なんかそれで実際に結婚したっていう方とかもいらっしゃるから、なんかそういうゲームしかりアプリしかりでなんかちょっとずつ鳴らすのすごいいいなと思いました。うんうんうん、いろいろ知ってるねレイチェルもねやっぱ若い知識も必要だわあんまそういうのやんないからねオンラインゲームとか、ね、あ、本当ですか、ね、なんかボイスチャットでつないで、うんうん、敵こっちにいるぞっつって、あ、そうなんだ、やったりして前、うんうんうん、もう本当全く顔も知らない人と一緒にやって、うんうん、なんか親睦深めてそれでチーム作ってとかっていうのもあったりしますね。うんうん、良さそうだねそれね、すごい楽しいです。それをじゃあなんかこう異性が苦手な人が異性がいるグループに入ってやるとか、うん、
ありだね。ありですね。すごい。いい知識をありがとう。いい。よかったね。よかった。じゃあちょっとまた次の、次のコーナー行きましょうか。はい。はい。お悩み相談のコーナー。このコーナーは、視聴者の皆さんのお悩みに対面セッション担当人数2000人を超える葉月さんに解決していただこうというコーナーです。はい、今回のお悩みはラジオネームアイリスさんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。葉月さん、レイチェルさん、こんにちは。こんにちは。私は仕事で何度も同じミスをしてしまいます。ミスをするたびに上司から怒られるので、何度も確認したり自分では気をつけているつもりなのですが、やらなきゃいけないことが重なってしまうとテンパってしまい、結局また同じミスを繰り返してしまいます。どう対処したらいいのか教えてほしいです、という来ています。はい、はい、来てます。アイリスさん、アイリスさんから、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、しんどいですね。大変ですね。じゃあちょっとね、私なりに回答していきたいと思います。はい、まず、辛いと思うんだけども、多分ね、もう感情でぐちゃぐちゃしちゃってると思うんですよ、アイリスさん。でもう上司も怖い、怒られないようにしなきゃとかなってると思うので、まず感情の部分と起きてしまっているところを分けるっていう作業をしてみてください。でね、怖いからやらないようにするとかいう、ね、やり方をしてても同じミスって起きちゃうので、なんでミスが起きているかは分解しましょう。多分そこの部分落ち着いてやれてないんじゃないかな。もしかしたらやってるかもしれないけど、もっと冷静に起きてる事象、まあ、前ね、こう起きてることとこう解釈を分けましょうみたいなこともね、ラジオでお話ししたことあるんだけど、まずもう本当に何が原因で起きてるかっていうのを分析する。そして感情は感情で別に扱うっていうことをやってもらえたらいいのかなっていうのがまず一つ目ね。そしてもう一つ、これ知っといてほしいのが、目の前で起きている出来事は 100% 自分が決めてるんだよってことに責任を持ってほしいんですよ。ちょっとここはね、厳しい話にもなるかもしれないんだけど、ミスを何回も起こしてしまってるのは、今は被害者みたいな感じでね、なんかこう捉えちゃってるのかもしれないんだけど、起こしてるのは自分なんですよね。ちょっと厳しいやね。でもね、なんで起こすのか、潜在意識が決めてるの。顕在意識は起こさないようにするって決めてるのかもしれないんだけど、潜在意識はもうミスを起こしても大丈夫って実は決めてるのかもしれない。で、顕在意識って全体の 10% 以下しかないんですよ。なので潜在意識が決めてると勝っちゃうんですよ。で、ちょっと自分で分析してもらえたらと思うんですけど、ミスしたところで結局大丈夫だったりとかしてるのかもしれないし、ミスをすることをもう良しとしてるのかもしれない。もう自分はダメだからって。なので、そこを何を決めてるか、私これを裏コミットって呼んでるんだけど、裏コミットが何なのかを見つけるといいと思います。もう目の前に起きてる現実はもうあるんだから、ミスが起きてるっていうのはあるから、ミスするって結局決めてるんですよ。って思うけど、でそこをちょっと深掘りしていくといいと思うんだけど、実はこれ私同じ体験をしてます。で、会社員時代がありました。で、会社員時代最後ぐらいにやってたのが事務の仕事が多いお仕事をしてたんですね。で、東京営業本部に所属する人たちに研修の案内をするっていうようなことをやってたんだけど、毎回日程間違えたりとか、内容間違う研修の内容送っちゃったりとかやってたんですよ。もう事務が向かなかったんですけど、でやっぱりそれね、すごいよく怒られてました。またやってるみたいな。でコピペはしちゃダメよとかね言って、コピペしないようにしてたりしても、なんか違う研修送ったりとかね、してるわけですよ。で深層心理を見ました。そしたら私の仕事じゃないってやってたんですよ、結局ね。なんか嫌なやつが、その表では分かってないですよ。でも探求した時に、私はや人にね、こう会話をして伝えていくとか、その辺がやっぱり合ってるなって、喋ることがメインの仕事の方が合うな、だからこんなのは私の仕事じゃないってどっかでやってるんだなっていうのに気づいた時に、あ、もうこの仕事を続けてるのは本当に失礼になるしね、もっともっと私の才能を生かして貢献できる場があるなっていうふうに分かって、私は会社を辞めるっていう選択をしました。
リスさんがねそう同じように思ってるとは思わないんだけど、何か裏コミットがあると思うので、その辺を見てもらうと、でそこをねあの裏コミットを手放して新しくねコミットし直すとミスも減ってくのかもしれないなっていうふうにあの文章を読んでて思いました。少しはちょっと気づきになったかな、どうだろうか。レチルも聞いててどうでした。いや私はあの働いた経験がないので、そうかそうか、ジム、うんうん、OL さんというかってことがないんですけど、うんうん、でなんかやっぱ家の中とかで、うんうん、結構やの同じミスをやっぱ何回もしちゃうことがよくあるので、ちょっともうなんか自分の心をちょっと深く読んで、なんか、うんうんうん、でも自分も絶対にこんなの私の仕事じゃねえと思ってんのかなって言ってんのかもね。そうだよね、あの一緒に住んでるシェアハウスしてる人でもね、じゃあそいつがやる仕事だってどっかで お前もやれみたいな思ってんのかな。ちょっと探求してみてください。探求していきたいと思います。アリサ一緒に頑張りましょう。はい、以上お悩み相談のコーナーでした。イエーイ。番組では毎回お悩みを皆様からメールで募集しております。メールアドレスはサイミンラジオアットマーク gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしております。お待ちしてます。そして宣伝です。催眠術が体験できて潜在意識のこともたくさん学べるセミナーを毎月定期的 Zoom で開催しております。 QR コードを読んでいただくか、もしくは概要欄からご確認お願いします。たくさんのご参加お待ちしております。お待ちしてます。たった4,400円、待ってます。はい、すごい催眠術体験できる、あれ Zoom で体験できるんですか。そう、すごい、遠隔でも簡単なね催眠術は体験できます。ぜひ皆さんもかかってくださいね。気持ちいいよね。気持ちいいです。もうスッとかかる。イチラもう催眠術かかるプロですからね。やばいですね、なんかもうスッとかかりすぎてて、そうちょろい女なんです。やべえです。よし、じゃあまたもう一休みしよう。はい。ね、まあ、まだもうちょい時間もありますよね。ありますね。レイチェル、じゃあ最近なんか旬な話題はありますか。はい、旬な話題ですか。旬な話題なんだろう。何ですかね。何やってんの最近。最近ですか。うん、なんだろう、何やってるんだろう。分かんないで生きてる。大丈夫。何やってるんだろう。何日々してる。日々ですね。ああ。なんだ、アルバイトとかはしてんだっけ。あ、してますしてます。あの近場、もう本当秋葉原で働いてて、おや、あの声優の卵っていうコンセプトカフェが、声優さん目指してたりとか、うん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 、やってる子だったりとかが働いてるお店で、うんうん、私も働いてます。お、それは来てもらえたら嬉しかったりするの。あ、そうですね、来てあのお話できるので、よかったらぜひぜひお話ししてくれると嬉しいなと思います。会えるアイドル。会える。実際 AKB みたいじゃん。 AKB みたいですね。あら、そうな、どんな格好してんの。あの黄色の制服を着て、後ろに、うんうん、あの声優の卵、羽ばたく卵ちゃんということで、羽の生えた制服を着て。羽が生えてるの。そうなんです。天使ちゃん、天使ちゃんで。本当に羽つけてんの。あ、もう本当背中にちっちゃい羽ですけど生えてます。面白いね、カフェだね。結構月1とかで、ま、イベントやってて、今月はチアガールイベントと浴衣イベントの2イベントがあります。なその格好すんの。あ、そうです。楽しい。じゃあなんかメイドカフェみたいなんで、メイドさんの格好じゃなくてって感じのコンセプト。そうですね、カフェで結構なんかメイドさんみたくご主人様と言わずにヤッホーみたいな、なんかそういう軽い感じなので、なんか友達感覚というか、ヤッホーって言ってもらえるんだ。あ、そうですね。なんかおいしくなあれ、萌え萌えキュンみたいなのは。そう、ないですね。特にない。なんかうちのお店はウコッケの卵を使った卵かけご飯があの名物なんですけど、そうなんで、ウコッケって結構貴重な卵なんですけど、1000円で食べられるっていうやつがあります。知らんかった、そんなことしてたの。そうなん、聞いてみるもんだね。あるので、秋葉原の駅すぐ降りて、あ、ね、ここから近いもんね、浅草橋。近いですね。よかったらぜひフラッと遊びに来てくれたら嬉しいです。なんて声優の卵っていうお店で、声優の卵もやってるので、よかったらお願いします。来てください。ありがとうございます。
よし、じゃあ次行きましょうか。はい、では続いてのコーナーはこちら、インプロゲームのコーナー。イエーイ。インプロとは即興劇のことです、うん、台本も役も決まっていないアドリブの演技となっております、うん、心理学とも深い関係があり、このストーリー作りのノウハウは人生に大いに役立てられています。このコーナーではそんなインプロをちょっとだけゲームとしてお見せしていきたいと思います。イエーイ。今日のインプロゲームはプレゼントゲームです。一方が手で作ったものを相手に渡します、うんうん、相手はもらったものに名前をつけます、うん、交互にアイデアを付け加えて物の状態、ま、色だったり形だったり素材をはっきりさせていきます、うん、この時相手のアイデアを否定せず受け入れ合って情報をつけていきます。はじめは、ま、手で作ったものという見えないものがお互いに同じイメージを共有することではっきりものが見えていくというゲームとなっております。おー、すごい共有してこのないものを形のある見えるものにしていこうというゲームとなってます。それではチャレンジスタート。スタート。イエーイ。じゃあレイチくんからもらおうかな。はい、じゃあ葉月さんにプレゼントです。ありがとう。何この盆栽すごいね。盆栽、そうだね、見つけました。私盆栽もらったの初めてだけど。浅草橋で見つけましたよ。浅草橋に売ってた盆栽、ね、なんか私普通の盆栽なんかちっちゃい松みたいなのだと思ってたら、 なんかすっごいなんか、うんうん、あのボーボーなんだね。そうなんですよめちゃくちゃボーボーの盆栽を発見して、なんかちょっとそうか、葉月さんのお部屋のインテリアに合うかはちょっと分かんなかったんですけど、うん、でもすごい珍しいなと思って買ってきましたね。え、なんか色もさ緑だと思ってたらさ、なんか青とかピンクとかなんかすごいね。そうなんですよ。生かしている感じだね。なんか盆栽師の人がちょっとあの、うんうん、今まで普通の盆栽作ってたけど、こういうおしゃれな盆栽があった若者にちょっと人気が出るんじゃないかなっていうことで、激しいよね。つけたらしいです。光ってるスパンコールみたいなのですねちょっとなんかクリスマスツリーともなんか言っちゃえそうな。でもちっちゃいから盆栽だね。そうだ、なんか日本では、うんうん、なんか日本というかクリスマスってツリーじゃないですか、うんうんうん、でもなんか日本のものも取り入れたいっていうのでクリスマスにも使えて、あの渋谷の DJ スペースにも置けるっていう。なるほど、確かに置けてそうだわ。ちょっとスパンコール、ちゃんと生きてるもんね。土はあるからね。土あります。土はあってボソンボソンキラキラの赤もあるし、こいつも結構もう生命、そのスパンコールでできてるみたいな。スパンコールでできてる生命なんかよくわかんないけど、ありがとう、大切にします。大切にしてください。いい感じ、すごいのがもらいました。スパンコールで生きてる盆栽をもらいましたよし、じゃあレイチルには今度私がプレゼントするね。やったー。それでは、はい、はい、これプレゼント。わー、ありがとうこの望遠鏡。望遠鏡、そうなの。すごい、この望遠鏡なんか重たいですね。重たい、だって高いもん、これ100万する。そんな高級なのもらっていいんですか、ね、だってこれ普通の望遠鏡じゃなくて、はい、壁透けて見える望遠鏡だ。え、ちょっとそれある意味ちょっと危険じゃないですかだから高いのよこれでイケメン探しできます、ね、イケメン探しもできる。ちょっと覗いてみ、うわ、イケメンがいます。イケメンがいる。そのまさきにのイケメンがいます。あそこのマンションの中見れるでしょすごいでしょ。イケメン何してる今。イケメンがですね、今筋トレしてます。筋トレしてるイケメン。イケメンがこれすごい、なんか犯罪にはならないの。法的にはオッケーにされている透けて見える望遠鏡。これなんかアメリカ、なんか英語でなんか書いてありますね。そうそうそう、アメリカさんの。すごい。NASA が作ってるから。NASA が作ってる。NASA が100万そうそう、NASA がこう天体を観測するために作ってたら、あれこれ透けるんじゃねってことで、だからなんか若干透明がかっとるというか、そうそうそう、なんか白っぽい感じなんですね。あ、本体自体もねちょっとね、うん、スケルトン素材で作らせていただいておりますしかも長さも短めでいい感じに、短くて重たい。
大切にしてください。大切にします。ありがとうございます、イケメンが見える、イケメンが見えるよ。しよいしょ。じゃあちょっとまだ時間ありそうだから、はい、このプレゼントゲームをちょっと進化させて、ワンワードテレフォンショッピング、テレフォンショッピングを2人でやってみましょう、はい、これは、まあ、形状をねこう言っていくのは同じ要素で、それをワンワード、ね、ワンワードだからこちらは大きくて厚くてみたいなのを、うんうん、こうお互いこうカールバール言っていく、はい、テレフォンショッピングで、目の前のあなたにこれを買いたいと思わせるように2人で試行錯誤してきますので、はい、じゃあ買ってくださいね。いきますよ、はい、本日の商品はこちらになります。こちらは赤くて光っていて、そしてでかくて、でかくてでも軽いスピーカーになります。こちらのスピーカーは爆音で流れるんですけれども、周りの人には聞こえないんです。とても高性能な、今までにないスピーカーです。目玉となるのは目玉となるのはこのダイヤでできたスピーカーになります。ダイヤでできているので、あなただけが特別な特別なターゲットになりますこちらのスピーカーは世界でたった一つしかありません。お値段は100万円になりますが、本日限り5分以内に電話をいただけたら、なんと1万円になります。お早めにお電話ください。お待ちしてます。謎なスピーカーでした、ね、ダイヤでできていて、あなたしか聞けない爆音、他の人には聞こえない、光っている、光っている、すごい、周りの人からいたらなんだこれって、ね、一人で乗ってる感じなのか。100万円が1万円になるっていうよし、すごい、なんとかなんとか伝わった、伝わったかな。もう一つ商品ぐらいできそうかな。おー、もう一商品いきましょうか。ちょっと もうちょっとね、はい、欲しいって思わせ、まあ、1万円ならもらっていいって思ってくれたかな。あなたって言ってくれた。じゃあもう一個違う商品いきましょう、はい、本日の商品はこちらです。こちらは甘くてしょっぱくて辛くて不思議なキャンディーです。こちらのキャンディーはあなたが味わいたいと思う味を表現してくれるキャンディーなんです。そしてなんと食感まで変えることができます。気持ちもハッピーになったり興奮状態になります。こちらのキャンディーは相手にあげると相手が自分のことを好きになってくれます。こちらのキャンディー好きな相手に渡すと付き合います。さあこちらのキャンディーお値段は通常は150万円のところ5000円になります。3分以内にお電話か LINE をしていただきますとご購入いただけます。ぜひお買い上げお願いします。
欲しいですか。どうなんだろうか。でもいや欲しいかも。だって、ね、自分で食べたい時は好きな味にし て、いやキャビア食べたいとか、あーフォーライス食べたいとか、そうそう、相手にあげると自分のこと好きにさせられるし、すごくない？5000円なら買うよね。150万円か5000円。買うよね。買いますね。お腹空いてる時も使えるのかな。あ、だ買いだめしとくと確かにいいかもしれないです。3分以内に LINE か電話。いやでも5000円するならUberEats頼むか。さすがに。そうですね、さすがに。これカロリーゼロとかだったら、あじゃあいいか。いいのかな。カロリーゼロで5000円か。5000円、ちょっと悩むね。やっぱ相手を好きにさせる。これ永続的に効果続くのかしらね。あ、続くんですかね。続いたらもう結婚まで至っちゃいますね。じゃあ好きな人に。でもそれってなどうなのかね。このキャンディーのおかげでなったってなるとね、虚しいかな。ちょっと冷めちゃうんですかね。はい、ということで、はい、インプロコーナーでした。じゃあエンディングいきましょうかね、はい、それではエンディングです。最後に告知をさせていただきます。詳しい情報は2人ともツイッターをやっておりますので、そちらから見ていただけたらと思います。はい、魅了の催眠術師葉月でフォローしてください。お待ちしてます。お願いします。そしてレイチルはあのヘッダーが猫の写真なので、よかったらぜひぜひツイッターをフォローして、猫の写真もねペペッとあげたりするので、黒丸黒丸、ね、あの寝てる写真つい最近あげたので、ちょっと見ていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。そしてそして、あ、いたいたいた、いた、たまらんね。こういうポーズで寝てるんですよね。首は最近嫌がらなくなったのでおしゃれさせてます。かわいい、はい。そして、はい、YouTube チャンネルもぜひご覧ください。葉月の催眠チャンネル登録者数がもう今7500、すごい、あのぴった今日ぴったり7500、うわー、もうすぐ1万目指すの、イエーイ。そしてもう一個、そして葉月の潜在意識チャンネル、こっちはまだまだ登録者数を、ね、伸ばしていかなきゃですね。お待ちしてます。お待ちしております。レイチルも YouTube チャンネルやってます。こっちはチルチルチルチャンネルです。猫はちょっと知らない猫、知らない猫、ちょっとここも変えたら。あの前回ちょっとちゃんとあげるって言ってたんですけど、そうだ言ってた言ってた、あげてない、あげてないので、あげてよ。ちょっと10月までにはあの必ずあげてください。3本あげるように、言ったな、3本あげますんで、ぜひ楽しみにしててください。おります。そしてそして、はい、さっきも言いましたけど、ライブね、お笑いライブ出ます。9月12日と、9月25日かな、はい、出ますのでよかったら来てください。催眠術ネタをしておりますので、はい、来てください。お願いします。で、レイチルも舞台に立たせていただきます。10月の3日と8日と9日に池袋劇パさんにて、出演させていただくので、行く行く、よかったらぜひ見に来てくれたら嬉しいなと思うので。あれ出ない、あら、あどこどこ、よろしくお願いします。よかったら来てください。はい、3本作の1本に。どんな作品なの。結構ミステリー系の感じかなっていうので、3本ちょっとあのオムニバス形式であるんですけど、そちらの1本に出演させて、うん、あ、 LINE のグループに送ったやつです。はい、よかったらぜひぜひ、うんうん、あの劇場劇パさんでやってますんで、よろしくお願いします。ちょっとどんな役、どんな役、すごい、まあ、少女の役で病院のなんか舞台にしたやつなんですけど、うん、患者さん、患者さんではないんですけど、すごいちょっと言えない役、不思議な役をやらせていただきます。ちょっと画像が出ないので、出ないね、出ないか、難しいですかね。 LINE のグループ出た、よかった、こちらにて出演させていくので、よかったらぜひお願いします。はい、私もわ、ありがとうございます。お待ちしております。いきます、はい、それでは次回は、次回は、10月の2日日曜日14時からとなっております。またご視聴していただければ嬉しいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。